はい、どうも徳島のパンプキンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ本日もねドッカンバトルやっていくんですけども、10月13日、5時にね新しいイベントを来ました。戦闘シミュレーションスピードクリアで豪華報酬をゲットしましょうということで、はい、まあ詳細、見ていくんですけども、まあ皆さんご存知の通りね、まあ開催期間がありますよと、はい、いうこと でイベント情報、本イベントではボスとして登場いたしますスーパーサイヤ人ゴッド SS 孫悟空を少ないターン数で倒すほど豪華ミッションくれますよということでございます。はい、で第1回から第5回の期間ごとにより多くのダメージを与えられる特攻カテゴリーがいますねっていう感じ でその特攻カテゴリーが、第1回、今回ですね宇宙サバイバル編でございます。で第2回目復活戦士、第3回最強の一族で変身強化あの世の戦士という感じになってまして、で編成不可の対象キャラクター、これなんですよ、パンチマシン要員は連れてくるなって運営は言っております。はい、それとアックマンねいいやんか別にね。でこのミッションなんですけども、今回終わらせてます。で鬼畜ミッションがありまして、2ターンで終わらせてくださいってミッションがあるんですけど、まあ難しい、もう何回もやったんですよ。宇宙サバイバル編、ガチガチに組んでやったんですけども、これねこのイベントね初心者さんは無理よ。でもう運ゲーなんですよ、本当に運ゲーで、で突ゲーで、でキャラゲーですねもう何回もやったんですよ。で宇宙サバイバル編にこだわってやったんですけど、別にこだわらなくてもいいんじゃないと。2ターンでしょ、2ターンですよ皆さん、よく考えてください。2ターンなんでね、はい、2ターンの間にキリをつけるためには何をしたらいいのか。そうなんですよ、補正なおかつディフェンスを下げてくれるパッシブのキャラクターをつばっこんで挑んだらどうなんかなということで、今回私のやらさせてもらったメンバー、噛んでいく、ごめんね、やらさせていただいたメンバー、これ、はい、悟空&フリーザーリーダー、これがね、第7宇宙代表の 177% リーダーですね。で、パッシブね、はい、アタックが低下してる相手にさらにアタック 77% アップいたしますんで、効果力が出ます。私の2突です。連撃12、会心14でございますけども。で、中身なんですけども、はい、ジャージ18号さん、これが大気玉から技気玉に変化させてくれます。でこれトッポ第7宇宙じゃない、何入れてるのっていう話なんですけども、ご存知の通り敵全体のディフェンス 70% ダウン、これねディフェンス 70% ダウンしてくれるんで、ぜひね入れてください。はい、で味方の補正役もしてくれるんで役に立ちました。はい、でこれアタック低下要因のフェンスゲーの人造人間17号ですね。はい、アタックとディフェンスを低下させてくれます。これもねアタック低下要因でございます。これも久しぶり使うのこのバトルカードね、これもアタック低下要因で入れています。でこれね宇宙サバイバル編でもないのに、第7宇宙でもない何入れてんなっつ話なんですけども、これねはいパッシブ技属性の気力プラス3、超技属性さらにアタックとディフェンス 50% アップで、属性気玉のうちランダムで技気玉以外の1種類を技気玉に変化させてくれますということで、これがこのもうねキーパーソンと言っても過言ではない、この天津飯連撃9回心8一突なんですけども、もう突数は関係ない、とりあえずこのパッシブがいる。このパッシブはめっちゃ役に立ちました。でサポートアイテムもちろんねこのたこ焼き、はいたこ焼きを持っていって、でこれからねお見せするんですけども、ごめんなさい声後取りです。はいそれではどうぞ。はい、こっからね声後取りなんですけども、ごめんなさいね、いつも声後取りの動画配信してるような気がします。はい、で並びですね、これですよ、アタック低下、とりあえず極ベジ超体の極ベジでアタック低下させます。で、はい、アタック低下させまして、でここでたこ焼きを使いますね。ここでたこ焼き使って技気玉に変化させます。でプラス15でだいぶアタック伸びます。でここで天津飯はもう適当に打つような感じでいきました。はい、でこの超体の極ベジで先ほど言いましたアタック低下させてから LR のね極&フリーザで打つということなんですけども、ここでね恐ろしい数値が出たんですよ。まさかこの数値出たかということで。はい。さあ、ご覧あれ。ドン。会心出て完走しました。すごいでしょ。これびっくりしてね。取ってよかったぜ。で、なおかつ、ここでアタックとディフェンスを低下させていく。はい。で、この並びですね。
トッポで、トッポ破壊神モードでディフェンス 70% ダウンしてます。で、もう、あとはもう瀕死状態なんで、ここいらでもう一回、サポートアイテム使おうと思ったんですけど、とりあえずトッポ木玉取らさせて、で、ここでね、もう一度たこ焼き使いまして、で、技木玉に変化させまして、で、プラス12と、はい、取りました。で、540万と数値が出ております。はい。もうこれはね、もうだから、先ほど言いました。冒頭で言いましたけど、だから運ゲーなんですよ。どういう並びで、どういう木玉で来て、で、サポートアイテムどういう風な仕事をしてくれるか、なんですよね。で、1200万。で、これで、無事ね、ドンと、勝ったということでございました。はい。いかがだったでしょうか。はい。参考にね、これね、なるかどうかって言われたらね、ちょっと難しいとこなんですよ。うん。だから、ね、やっぱり、突ゲーであり、キャラゲーですから、で、世界同時キャンペーンからやられた方って、絶対持ってないんですよ、こんなバトルカードって。なんでこんなね、鬼畜ミッションしてくるんかなと。で、私でさえ、もうただただもう、苦戦して、やっと、2ターンミッションがね、まあ、できた、で、クリアした感じなんで、これはね、ちょっと本当に難しい。うん。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、初心者様にはね、ちょっとね、参考にはならないでしょうけども、ぜひね、このね、並びできる方、ぜひぜひ、やってみてください。もう2ターン余裕だったんで、うん。まあ、何回も言うようですけど、運ゲー、突ゲー、キャラゲーでございます。はい。まあ、皆さんのご検討をお祈りしておきますんで。はい。というわけでね、この動画、ここいらで、お開きとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。